アンペックスは1944年に設立されたアメリカ合衆国のエレクトロニクス会社である。名前のアンペックスは頭文字で、その創設者であるアレクサンドル・エム・ポニアタフの頭文字である AMP とエクセレンスの X を組み合わせたもの。日本ではアムペックスという呼称も使われるが、日本語公式サイトをはじめとするアンペックスが一般的である。 1944年にカリフォルニア州のサンカルロスに設立された。アンペックス本社、アンペックスポータブルテープレコーダーアンペックス ATR-102 テープレコーダー1947年に映画、ラジオの大スターだったビング・クロスビーがアンペックスの主要な投資家になった。当時社員はわずか6人。クロスビーは会社がオーディオエンジニアのジャック・マリンによって開発された。 プロトタイプのオープンディールテープレコーダーの商用版を生産することを希望する。マリンのテープレコーダーの原型は、クロスビーが第二次世界大戦終わりにアメリカ陸軍の通信隊にいる間にドイツで得た改良型のドイツ式マグネトフォンレコーダーであった。ラジオ前世紀であった当時、クロスビーは自身の名を冠したラジオ番組を持っていたが、 アメリカの東海岸と西海岸では、軽度差のためラジオのゴールデンアワーにも時差が生じ、1940年代まで全米向けに企画されたラジオ番組は、東海岸向けと西海岸向けで生放送を時間差で二度繰り返さねばならなかった。クロスビーはこのダブル性放送の負担に並行し、1946年に NBC ネットワークでのショーを録音して、 放送するよう頼んだが、ネットワーク側が、音声品質の劣化を理由に拒絶、クロスビーはほぼ一年の間、ショーの放送を断念した。クロスビーは1947年6月に、マリンのテープレコーダーのプロトタイプを聞いたとき、すぐに新技術の可能性を理解し、マリンに、彼のラジオ番組のテスト録音を準備するよう、依頼した。テストの成功放送後 NBC は、 クロスビーのショーの録音許可に同意したので、アンペックス社が商用モデルをマリンのプロトタイプから開発できるように、クロスビーはすぐにマリンをチーフエンジニアに任命し、5万ドルをアンペックスに投資した。1956年に認知テープを使用するビデオテープレコーダーアンペックス VRX-1000 を発表。同年 CBC が実用化導入。 1961年にヘリカルスキャン方式を開発。1963年にビデオの編集技術エディテックを発表。1976年に放送用の1インチビデオテープレコーダーを発表。1981年にビデオ特殊効果装置アドを発表。放送用ビデオ機材の大手メーカーでもあり、日本国内でもソニーと並んで、 多くのプロフェッショナルな映像編集スタジオに導入された実績がある。同社は世界で初めてのテレビゲーム事業成功と関係が深い。と言っても、世界初のテレビゲームを作ったのでもなく、世界初のテレビゲームに協力したのでもない。世界で初めてのテレビゲーム事業に成功したノーラン・ブッシュネル、そして仲間のテッド・ダブニー、ダニー・ブライアン、 ブッシュネルの後輩アラン・アルコーンは皆当たり者の前に同社で働いており、同社が危機器研究、開発に使用していたデジタル機器がビデオゲーム技術にも役立ったのである。これらの詳細についてはコンピュータースペースやあたりを参照。ありがとうございます。